またこちら宿根木に戻ってまいりました。アースセレブレーション2日目いかがでしたでしょうか。次の企画が本日最後の企画となります。本日最後の企画はこちらの宿根木公会堂にて古道前衛音楽部門と題しまして、普段の舞台とはまた少し違った尖った音楽をお届けしたいと思います。それでは最後までお楽しみください。